あの刃渡りの長さが効くため防御力が非常に高い。ならばこちらから攻めてやろう。あっ、早い。ケリ、まさかこの男も般若と同じ拳法か。小太刀で鉄壁の防御を敷き、般若と同じ拳法で攻撃する戦闘の方か。般若に拳法を教えたのはこの俺。指定の剣では速さも重さも全く違う。